一食用のフリートースの袋に入って提供されたフリートーパイの一種。フリートーパイとはアメリカ合衆国南部、中西部、南西部で人気のある料理であり、基本的に中にはチリ、チーズ、そしてコーンチップが入っている。その他にもサルサ、フリホレス、サワークリーム、玉ねぎ、ベイ、ハラペーニュなどが加えられることがある。フリートパイには様々なバリエーションがある。 フリトーリートパイはキャセロール料理としても作られるが、フードトラックや出店などでは一食分のフリートースタイプのコーンチップの袋の中でいろいろなトッピングを上に乗せる形で提供される。コーンチップの袋の中で作るタイプの別名としては、ペッパーベリーズやウォーキングタコス、フリトーボート、テキサスストローハット、タコスインバッグなどがある。メキシコではよく似た料理として、 トスティロコスがある。フリトーパイの正確な起源は不明だが、いくつかの説がある。一説によると、フリトーパイは、フリトレーの創業者であるエルマー・ドゥーリンの母、デイジー・ディーン・ドゥーリンに起源を持つ。この説では、彼女が最初のフリトースを考案した後にいずれかの時点で、フリトーパイを思いついたとしている。フリトーパイに関する記述は1932年に、 設立されたフリートレイ自体と同じくらい古くからある。また別の説によるとフリートーパイは1960年代になって初めてニューメキシコ州サンタフェにある回 W ウールワース店舗の軽食コーナーで働いていたテレサ・フェルナンデスによって生み出されたと言われている。1950年代にはネルモリスがフリートレイに入社して公式の料理本の作成に携わりその中に フリトーパイが登場する。フリトーパイの作り方の一つはフリトース、または別の高温チップを大きな冷鍋の中で、チリやチーズと混ぜ合わせ、キャセロールのように焼くというものである。フリトーパイにはとても多くの高温チップが入っているので、チリソースで締める程度で、ふやけてしまうことはない。簡単に作るには、フリトースを一食用の器に入れ、シリコンカーンを上にかけてから、 チーズや他のトッピングを乗せればよい。フリトーパイは、時にウォーキングタコスやフリトーボートという名前で呼ばれることもあり、コーンチップの小さな一食用の袋の中で作られる。シリコンカーン、タコスの肉の具、ひよこ豆、ポークスクラッチング、ペピータなど多彩な具がその上にかけられる。最後に削ったチーズや、玉ねぎ、ハラペーニョ、レタス、 サワークリームを乗せれば、アメリカ合衆国中西部でいうフリトーボート、またはウォーキングタコスの完成である。オハイオバレーでは、この料理は普通、タコインバッグと呼ばれている。カリフォルニア州南部の多くの地域では、ペッパーベリーズとして知られている。フリトーパイはスポーツ会場や、資金集めのパーティー、ビンゴ大会、支度解放パーティー、ステートフェア、露店などで人気である。 トスティロコという言葉はティフアナ発祥でありカリフォルニアで見られる言い回しである。またドリトスにちなんだドリロコという言い方もある。フリトーパイはテキサス州ではテキサスストローハットと呼ばれることもある。メキシコではそのような類の料理としてトスティロコスが知られている。その中身はフリトーパイとは少々異なっている。ありがとうございます。